今回はクラッシュ王座初防衛戦。さて中村さん、はい、これは浦部博隆にとって内容も結果も両方求めたいという一戦になりましたね。そうですね、去年の11月に第4代の王座決定戦でこうチャンピオンに返り咲いて、でそこからこう1月に、K-1 のトーナメント、まあ、あの時は準優勝に終わったんですけども、本当1回戦2回戦と世界の強豪を倒して、本当にこう廣高選手のこう強さというのを証明したトーナメントだったと思うので、はい、まあ、そういった経験を経て今回この防衛戦で、しかもチャンピオンとしてこの最後に出てきたわけですから、はい、本人も言ってた通り、やっぱりこうクラッシュとは何かっていうのを、はい、まあ、やっぱ倒して、派手に勝つっていうところが、まあ、結果だと思うんで、そこを廣高選手にはみんな期待してると思うので、ね、それを応えれるかどうかだと思いますね。そういうプレッシャーの中で戦うというのはこれ大変なことだと思うんですけれども、その K-1 のワールドグランプリで対戦したエルナンデスが、こいつは強いよというのがタブエンカなんですよね。そうですね、スペイン の, その軽量級の中でそのヘルマンタブエンカとそのハビエル・エルナンデスが結構ライバル関係にあるというか、はい、実際エルナンデスとタブエンカ2回戦ってるんですけど、結構バッチバチに打ち合ってて、ちょっとダウンのポイント差でエルナンデス勝ってるんですけど、ほとんど互角に打ち合ってたんで、まあ、かなりこの選手は強いと言っていいと思いますね、はいはい、ハードパンチャーということですよね。そうですね、あと結構タフなんですよね、なんかそんながっちりする対決じゃないんですけど、なかなか倒れない選手なんで、そういった意味でもちょっと浦部選手にとっては厄介な、はい、強敵が用意されたかなと思いますね。4歳から16歳まで12年間柔道歴があったということですよね。そうですね、あとは K-1 の何年か前にあったスペイン大会にも出場経験があるような選手ですから、はい、まあ、かなりスペインの本当強豪だと言っていいと思いますね。このパンチワンツー外からこれ怖いですね。右のふくらはぎに K-1 というタトゥーがあるんですよね。はい、さあここまでの展開、小比類巻選手どうですか、浦部。そうです。まあしっかり見えてて、はい、うん、そんなにスピードがある選手でもなく、ただまあパワー、はい、うん、パンチにはありそうですよね。ワンツースリー、最後はストレート。膝、飛び膝。打ち込んでさらに右ストレート、タブエンカを追い込んでいます。動きを止める廣高のパンチ、ちょっと距離を外すようにして右を放ったのがタブエンカです。さらに左ミドル、その後前に出てきますチャンピオン浦部、うん、場外ですね。そうですね、スピードをスウェーバックしてこれをかわしています。力を使わせるようにしたか浦部。やっぱこう選手としてもパッて見た時にどこが弱くてどこが弱点かっていうのをパッて見分けられると、はい、本当にまたトップ選手になりますよね。もうやっぱりそのこれからその K-1 の舞台でもそうですけれども、対世界なおさらそうでしょうね。そうですね、それができなければという、そんな位置にまで上り詰めました浦部。 K-1 にはそのワールドグランプリ準優勝でしたが、クラッシュには旗揚げから出場しています。自分自身がクラッシュなんだというのが浦部。弟荒野との戦いも経て、まあその流れでいうと4月に、はい、K-1 の代々木大会があったんですけど、その時荒野選手はエルナンデスの方と戦ってるんですよね。で判定で勝ってるんで、まあ、そこもつなげてみるとね、またこういろんなこうライバル関係も見えてくる、試合がこのクラッシュのリングで実現しているなっていうのは思いますよね。これ点ではなく線となっていますね。今飛び膝も見せました。浦部が小比類巻選手、おお、この膝もだいぶスピードアップしてきたように見えます。そうですね、ヘルマン選手がガード上げてプレッシャーかけてきたので、はい、うん、そこにプレッシャーかけさせる前に手数で行きましたね。まず自分から左ボディー、タブエンカも全身を使ってのパンチからローキック、左ボディーは浦部。その後ローまで欲しいですよね。第1ラウンドはそのパンチからのローキック、冴えを見せました浦部です。チャンピオン右ストレートへ、だいぶ近くなってきたタブエンカ、おお、拳全体投げるようです。タブエンカのパンチ、そこに右ハイ、このハイキックも得意としているのは浦部。土台は空手、右ストレート、 K-1
蹴り技はもちろん素晴らしいんですが、中村さん、はい、これ浦部はパンチもよく使いますね。そうですね、ちょっとバックスピンキック一度やってやろうぐらいの気持ちなんじゃないですか、バックブロー。いや効いていないんだというのが浦部、回転系も多弁化よく使いますね。そうですね、ただ多弁化としてはこういう展開が多分やりたい展開だと思うんで、こう足止めてある程度打ち合うっていうのは、それは浦部選手も気をつけないと危ないですよ。そうですね、そのフィールドに引きずり込んだという考え方もできるわけですよね、多分か。しかし右左、さらに右のボディ打ち、パンチでもパンチが得意の多分かに打ち勝ってやろうということなのか浦部。残り1分になろうとしています。第2ラウンド、小秀巻選手の展開どう見えますか。多分か選手がプレッシャーで前に出てますね、はい、右。そこをだから浦部選手はちょっとこういう展開して下がらせられている状況もあるんで、ここも左から右、一瞬ヒヤリとする場面もあります。さらに右ハイキック、タブエンカです。ここも前進前進、下がって、これは一瞬危ない体勢になりました。続行です。グローブを合わせる。こういうプレッシャーかけられるとあんまり良くないですよね、浦部選手からすると、はい。中村さんも多分かは多少形が崩れてもというそうですね、はい、やっぱそういう乱打戦に強いタイプですから、明らかにそれ分かりましたね、はい。まあ、でも浦部選手の性格的になんかパンチ的だったらじゃあやってやるよぐらいの気持ちなんじゃないですか、そうですね、その強気なところも浦部の強さなんですが、いや、そうなれば自分のものと多分かストレートも伸ばしてきます。時計を見る余裕もあったか、最後は蹴りを食らわせてゴングを聞いています。して荒野に敗れて準優勝でしたが、それでもやっぱり僕が一番強かったとそう語りました。最終第3ラウンド初防衛戦、アンダー60キロ級タイトルマッチです。バックスピンキック、さあタブエンカ、くせ者で強打があって実力者ということはもうすでに分かりました。さあパンチで右のトリプル。中村さん、浦部に何を期待しますか。そうですね、やっぱりチャンピオンらしいフィニッシュを期待したいですけど、タブエンカがさらに来ましたかね。これ難しい敵ですよね、ただまたタフです。浦部選手は膝良かったですね今、はい、やっぱパンチで距離詰めてくるんで、あれはボディの膝というのがいいと思いますね。パンチの打ち合いは小比類巻選手バックブローもありますし、どうですか、互角ですか。まあ、でも浦部選手パンチスピードはあるので、はい、まあ、全然打ち負けてないと思うんですね。お膝、右の膝、膝対パンチみたいな展開になりそうじゃないですか、はい、ただ膝得意ですよね浦部、負けるわけにはいかないと膝。それでも多分かもパンチ、いやでも右ストレート、右フック浦部、ローキックもおりません。多分か、膝は広高、浦部が放つ飛び膝、一瞬止まった、右の倒れた多分か、倒した浦部、まだ1分半以上あります。どうだ、立ち上がりましたね、顔面を離しながら、それでもチャンピオン、クラッシュは最強を超える最高のものの舞台、俺が一番それを見せることができると飛び膝、倒れた、倒した、レフェリーも試合ストップ、これがクラッシュ、これが浦部広隆。
どうですか。これがクラッシュです。